君と会うは、原作、伊達正則、作画、大堀豊による日本の漫画。月刊コミック電撃大王にて、2015年9月号から2016年10号まで、連載された。全3巻。2024年10月21日午後11時9分34秒、清浜市に突如正体不明の光の壁が発生し、街は、 音信不通となり、外部との交渉が一切不可能となった。それから13年後、事件の唯一の生き残りである荒れ高オーロは、軍人の一人としてその謎を解決すべく、自身の i t a m f x に DFR-2X に乗り込み、光の壁を越えようとしたが、その瞬間強い光に包まれ、目を覚ますと彼は、少年の姿となっていた。オーロは、 様々な場所を探索するうちに光の壁に覆われた世界、清浜市は13年前の光の壁が発生する直前の時間帯であり、外の世界と壁内部の時間の流れは事件発生から13年間も差がついていることを知る。オーロは壁内の世界で13年前の自分として偽り行動を開始する。かつての友人たちが懐かしい姿で彼の前に現れ、 あの頃のいつものように日常が過ぎていく。大ロはかつての悲劇を止めるため、そしてかけがえのない友人たちとの時間を取り戻すため一人、配送する。ありがとうございます。